怖がらないで。安心して。僕は帰ってきたよ。あいつ、ドラゴンと話してる？
くで見てみようぜ。気をつけろ。嫌な感じがする。こんな石見たことない。何なんだこれ。危ないってことだけはわかるな。とりあえず回収しておくか。よし、回収完了。急いでここを出よう。ご加護があらんこと。私はセピロス騎士団の偵察騎士アンバーよ。あんたモンドの人じゃないよね。身分の証明はできる？落ち着いて、怪しいものじゃないんだ。怪しい人はみんなそう言うわ。ここら辺の地域じゃ珍し。それからそのマスコットは何なの？全然違う！マスコットイカじゃないか！とにかく旅人よね。近頃モンド城の周辺で大きな竜が出没しているの。だから早く城に入った方がいいわ。そうだ、ここからモンドまでそう遠くもないし、ここは騎士の務めとして城まで送ってあげる。え？任務があって城を出たんじゃないのか？もちろん任務もあるわ。でも安心して、任務を行いながらでもあんたたちの身を守ることくらいはできるから。それに怪しいものを放っておくわけにもいかないからね。
ごめん、優秀な騎士にあるまじき言動だったね。謝るよ。見知らぬ、その尊敬できる旅人さん。ぎこちない。騎士団ガイドで決められた言葉に不満でもあるの？偵察騎士参上。知らない旅人さん、何しにモンドへ？こいつは遠い遠い旅の途中で兄と離れ離れになってな。オイラはこいつと一緒にその兄を探し。へえ。城内にお知らせを。そういえば任務って何なんだ？簡単よ、見ればわかるわ。
騎士アンバー参上しました。今後何か必要なことがあれば何でもお申し付けください。
獣が城に近づいてきてるの。今回の任務はその巣の掃除よ。最近風魔竜が頻繁に出現するようになってキャラバンのルートに影響があったの。
暴風が発生するたびに怪我人も多数出るし、騎士団はその被害から守らなくちゃいけなくてね。だからこいつらの活動範囲もだんだん城の方に。そう。でも今日また一つ巣を片付けられたから進展はあったわ。さあ私についてきて。真面目で優秀な騎士があんたたちを城まで守ってあげる。何作ろうかしら。ん？君たちも冒険者なの？通りすがりの旅人だよ。料理の準備か？旅人さんね、いらっしゃい。私はリン、冒険者協会所属、サバイバルのプロよ。見ての通り料理を研究してるの。腹が減っては冒険ができぬ
というのがサバイバルの心得の第一項目だからね。ピクニック、オイラも大好きなんだ。オイラの仲間も料理が得意だぞ。そうだろ。おお、鍋の準備はできてるから腕前を見せて。こうやって切磋琢磨しながら料理できる機会は珍しいわ。キノコと肉が桶に入っているから、それで鶏肉と野生キノコの串焼きを作って。今回のサバイバルのプロとは私のことよ。もうできたの？うん、いい。ではいただきます。こくり。うん、思ったより美味しい。君やっぱりセンスあるわね。そうだ。君の腕ならもっと難しい料理に挑戦してみてもいいわよ。私の荷物に生の食材がまだ少しあるから君にあげるわ。料理のお礼よ。え、いいのか？お前が食べるものなくなっちゃうぞ。大丈夫よ。野外探検で食材はたくさん手に入るから、君たちも周りをよく観察することね。それから鹿狩りで食材と料理を販売してるから、時間があるときに寄ってみるといいわ。情報ありがとう。っておい、オイラにも鶏肉と野生キノコの串焼き残しといてくれよ。
Thank you.